アルフレート・ベルンハルト・ユリウス・エルンスとベンネンベルクは、ナチス・ドイツの警察交官、また新英隊の将軍。第二次世界大戦前期には、第四 SS 警察総攻敵団兵士団や、第四 SS 戦車軍団を率いて優先した。後期には、秩序警察長官代理を務めた。最終階級は、新英隊大将、武装新英隊大将、警察大将。 ザールブルク出身。1913年2月に、帝政ドイツ陸軍に入隊。第一次世界大戦開戦までに、可視官に昇進した。第一次世界大戦では、西部戦線で戦い、1915年には中尉に昇進し、不評中大使機関に任じられた。1916年からは、飛行機部隊のパイロットに選ばれ、偵察パイロットとして活躍した。戦後、 ウエシレジアで義勇軍に参加した。1920年9月に軍を去った。軍での最終階級は大尉であった。その後、プロイセン州警察に入隊。1920年4月からエッセンの警察学校で警察犬の指導員となった。ポツダムの警察学校でもインストラクターとして勤務。1924年2月に警察犬部隊の司令官となった。 1926年には、クレーフェルトの警察学校、さらに1928年には、ケルンの警察学校へ配属された。1928年5月から、ベルリンの警察の管理部に勤めた。1929年に結婚し、娘を一人設けた。1933年5月に、国家社会主義ドイツ労働者党に入党。 1933年8月からビトムで警察守備隊の指揮官となった。1935年2月からザールブリュック圏。1937年10月からはブレーメイやマンハイムで勤務した。1938年12月にはシュトゥットガルトの警察監督官となった。1939年10月に第三 s s 警察狙撃兵連隊の司令官となった。 この際に、新英隊に入隊し、新英隊大佐の階級を与えられた。対フランス戦やバルバロッサ作戦もこの連隊を率いて参加し、騎士鉄十字章を受章した。1941年11月5日には、バルタークリューガーに代わって、第 4SS 警察総攻敵団兵士団の師団長に就任した。 1942年4月には、新衛隊少将、警察少将に昇進するとともに、柏葉明を受賞した。1943年6月10日に第4、SS 戦車軍団の軍団長となり、8月31日まで在職した。1943年9月1日から、病となった、秩序警察長官、クルトダリューゲに代わって、秩序警察長官代理となった。 この座は、ドイツの敗戦まで保持している。1945年5月、新衛隊全国指導者、ハインリヒヒムラーは、最後の意志でベンレンベルクを後継者に指名している。敗戦後の1946年、アメリカ軍に逮捕されて、ダッハウの米軍収容所で拘禁されたが、翌年には釈放された。1963年12月30日に、クレイフェルトで死去した。 h t t p w w w l e x i y k スラスッシュ DER-WEHRMACHT. でスラッシュ PERSONENREGISTER スラッシュ W スラッシュ WUENNENBERGA-SUR.htm.http://www.geocities.com スラッシュオリオン47 SS ポリツイ、SS オグルーフ MZHTML ハット、ファイトスケトセティオチョ、ダイリッタークロイストレジャー1939から 1945ISBN978 から3から938845から17から2、S798。ありがとうございます。